配信つけた。あ、それを聞きたかったの。ピーターパンとハゲと。ピーターパンって誰？クソジジイとやったの。クソジジイって誰よ。アルデューだけ、アルデューだけいただいてよろしいでしょうか。あ、乾杯したいね。乾杯しますから。待って。はい。なんだ、聞けない。何したい。ナッチョ任せたぞ。いや、でも。どうするか。どうだろうね。もうネタとしては面白いかもしれないけど、配信者とは付き合えたかな。うわって。うん、なんかわけのわからない関係だよね。今、やっちゃうと。私だって、元彼と別れて誰ともやってない。これ今何中なんですか？今、フワッチです。今、参ります。どうです、直徳さんいらっしゃい。何ですか？スマッシュブラザーズみたいな大乱闘。うまい。まだそう面白い。仲良くしよう。まあそうだね、なんか、友達、親友、うん、監視してる。閲覧のためだけ。まあそうだと思うよ。逃したくないでしょ、今、つばにも。いや、もう俺帰ってない。え？なんでそんなこと言うの？全然興味。じゃあ、和藤さんが、つばにゃんに、ごめんね。軽くんといないと、つばが飲めないからっていう話があって、じゃあ行きましょうかって話。そうなんだ。だから2年前から普通に飲んで、そっかそっか、ごめんごめん。っていうので、急遽僕は断って、娘さんに、だから帰っちまった。乾杯しよう。とりあえず。いや、まだ来てない。そんなやばいね。ラスいいな、ありがとうございます。すごい空気になっちゃった。綺麗な和道さん。いや、少なからず数字はあるよ、今はね。なぜかって人生捨ててるから。私はこそらの人生捨ててるから。ワツラスいいよね、うん、はい、ワツツー。ここが一番が好きで、あーどうだろう、ウェブカメラだからだね、多分ロジクール楽しね、今日ね。こういうの、こう、割と近いです。前、私、酒屋区に住んでます。あ、上島さんのお家の近く。恋人未満なんで。あ、また来ます。ユミヤさん、ありがとうございました。あとこれの、あ、お疲れ様です。お疲れ様です。イエーイ。やっちょまた消えてばっかり。イエーイ。うん、美味しい、甘い。なんでだ、フルーツなんですよ。え、普通のままじゃないですか？うん。プレミアム。プレミアム。うん。ピーピー。え、ヒカルは大阪いつまで行ったの？なんか急にいなくなってるの。いや、だって俺本来は全国に27都道府県あったから。マジで？え、荷物とかは実家に置いて？あ、全部実家に置いて。だから仕事も所属してるんだけど、あ、そうなんだ、休んでる。心配できない。やめてるわけじゃない。あ、そう聞くか。そうか。知らなかった、知らなかった。なんで、まあ、でもその配信で来ていきたいからって言って、へぇー、社長はそこだったんや。いっぱいありますね。私なんか首乗っちゃって若者でよ、銀座でホステスしてたんですよ。でも店にアンチ来ちゃって、なんか店に迷惑かかるから、はい、一応飛んだっていう体にしてもらってたんですよ、最初は。電話来ちゃうんで、なんか佐久間さんっていう人から電話来たとか言って、なんか嫌がる。最初はやめた手で借金してたんですよ、週1ぐらいで。でも完全にやめました、配信から。やっと3年かかりましたね、ここまで。もう配信始め3年なんですか？3年半ぐらいかな。あ、そう、同じぐらいですね。やっと、あ、ちょっと先輩配信で食べるようになりました。僕全然まだ食えてないんで、すごい。いや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 、毎日やってるんでね。でもたまにして、僕毎日やってます。あ、本当ですか？え、でももともとニコ生ですよ。もともとニコ生だったんですけど、ゴミ爆弾。やらかしますね。男雑談きついっす。
まあ実力がないですけどね。いや、そうだぞ。やっぱニコ生は鍛えられてる。生活保護だと安心。どうなの？そうそう。まあいいじゃん、彼女いるの。何だろうね、この絵柄は。いつもここで飲んでる。ねえ、お通夜じゃん、どうした？店長だ。仲いい、うん、まだだね。青汁飲む前に俺と対等に話したいの、酒飲めよ。そっからだよ。来たよ。だって俺は普通に10杯ぐらい飲んでるのに、そっちもそれぐらい飲まないと意味ないでしょ。いやいや、なんで 酒飲まないと話せないって言うの？別に酒飲まなくても話せますよね。じゃあなんで普通に誘ったの？え、どういうこと？どういうこと？じゃあ楽しく飲んで。え、じゃあこの断ればよかったの？私は別に光に会いたかったから呼んだだけ。会いたかったからの理由は？俺はワドさんに頼まれてるから、ね。いや別に、別に仲良くもないし、悪くもない。悪くもないし、よくもないし。なんかよくわかんない。よくわかんないでしょ。スパには何がしたかよくわかんないから。やっちょやっちょ言ってもスパに怒んないよ、大丈夫だよ。ね、なんか上からだよね。ヒカル、どうした？逆にどうした？ピリピリしてんの。なんかリスナーさんの前だと結構上から目線なんで、配信外だとめちゃくちゃ優しい。これなんだ、ふわっちょ、ふわっちょで、やっちょが絡んでる。なに、そこ、どうした、どうした、キルじゃん、キル。え、違う違う、お似合いじゃない、スパニアのやっちょ。付き合っちゃうでしょ。付き合う。違う違う違う。そのピリピリしないで。別に嫌いとかじゃないから。ね、仲良く飲みたい。まあ、なり合いが嫌なんだって、ヒカルが。じゃあ、断ってくれたらよかったもんね。何杯でも飲む。ヒカルがね、強いのさ、10杯だって。ヒカル強いのずっと飲むもんね。うん、すごい、なんか男前で優しいなと思って。配信外だとね。配信中だと人が変わる。いや、ブロックしないよ、大丈夫だ。繋げてくれてた、ありがとう。話せないから。ピンピンしてる。筋肉がすごい。あー、煽られてる。いや、煽られてないし。別に煽ってないし、ここが煽りのさ。違う、リスナーに。なんかね、電車バットすごいよね。嘘の情報。見てて思った。なんか、電車バトがすごい、ヒカルのことディスってたよ。え、でもディスってんの、確かに。ディスってるってこと、事実しか言ってないでしょ。でしょ、うん、じゃあ事実じゃん。でも、ヒカルは電車バトにデートにするってことは、でも事実なの。でも、私は恋とかは言ってないよ。ドンキに恋とか、そういう言い方で。それは恋とかじゃなくて、だからそれはワドさんとの役で。ワドさんドンキ前で待ってますって言われたから、もう。そうそうそう。でもいなかったから、ヒカルがいいのかなと思ってた。ヒカルはまだ飲んでるから来ない。でね、一緒もうね、解散しましたもんね。彼女さんが怒っちゃって。じゃあなんでワドさんが来たんですか？俺は、俺はさ、スパニアンさんが、新宿リアカツやってて、つばにゃんって呼んでください。あ、いいですか、すいません。つばにゃんが、新宿リアカツやってて、え、やってもらえてるんだ。どこで、リアカツいいよって言って、配信回していいですかって言って、いいよって言って。そうやった。そうやった。LINE で言って。そしたらこんにちはってなって、LINE で言って。そしたらこんにちはってなって、言わないね。来てもらってますよって言って、あ、じゃあ3人、4人で飲もうよって言って、あ、じゃあ僕連絡取ってみますっていうのが、僕の流れ。あると、ワドさんと、エジンギスのプレイ一緒に。LINE で言って、個人プレイ、個人プレイ。ここで言わないで。ワドさんは、なんかその、さっきなんか、変な立ち上がりの前にいますよ。帰ろうと思ったの。ヒカル君が、その、来ないっていうふうに、なって、で、飲んでるって思ったから、来ないのかなっていうふうになって、なんか歌うとね、ヒッキー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 、ヒッキで、まあ解散して帰ってたところだった。リスナー公認カップルなら私弱いからね、弱いです、僕だけ強いし、なんかもうマジ可愛い、もう男だったら泣きたい。なんでさ、女の子可愛い子いいんだろうね、リスナーさん。
男はさ、なんかホストっぽいさ、やつとさ、あれしかいないじゃん、あの、オタク系と、あとはこういう。三島さんは、妻になるんですよ。まあ、ランマゲも見てるし。ハゲとか。うん。二人がおしめもいる。おしめは何、うん、おしめは、マロニー。あ、マロニーね。うん、え、そうなの、え、配信やってますの、へぇ、復活したの、めっちゃ可愛い、可愛い、え、映ってない、大丈夫、カツラ剥がすのはもうちょっとした。ちょっと もう一杯行きましょう。行きましょう。はい。行きましょう。ツバニャンと、配信上のツバニャンと、配信外のツバニャンは違う。違うよ。違う。いや、ちょっと一緒にいるじゃん。で、わちゃわちゃやってるじゃん。あ、すいません、生ください。はい、でも、あ、配信外はおつやだから。ゲルですか、いや、そう、ちょっとやめてよ、私、ゲルゲルさん大好きなのよ。絶対見切れないです、もうちょっと、もっと切れる。配信外だと、もうお通夜。はい、切りました。いや、ちょっと飲み物買ってくれって言って。うん、あ、私、自分で買うから大丈夫。ねえ、お通夜だよね、配信外。配信中は、なんかラブラブ設定、設定なのかな。うん、わかんないけど。えんじゃないの、あのピーターパンと、うん、あの里芋みたいなのがあったわ、クソジジは全部ネタだったラブホー配信、まあ、ネタだね、ネタっていうか、あのランちゃんの場合は次の日になっちゃったら絡むから、そのままあの配信つけて、あ、すいません、ありがとうございます、まあ一緒に、はい、まあ2人ともお金なかったんで割り勘ね、安いね、ホントに変わってない、ホテル5000円宿泊でだよ、もう2500円ホテル、ドレス6万円ドレスじゃない、ドレスじゃない、あ、削ってきたとこはドレスだけど、次泊まったとこはドレスだな、もう全部どこに飯食いに行くか分かるか、怖い、離婚しないでね、今日絶対だ、絶対だ、しないしないしない、ニコラもやってた、そばにも頑張る、ありがとう、だって前そばには男好きだからなって言った、男っぽいから全然男と一緒にいても何にも感じませんよ、ただネタだから美味しいかなと、だって佐野さんがホテルで寝お茶配信なんて絶対やってくれないから、あれは佐野さんが付き合うって言ったの、そばにゃんが泊まる場所がないからリスナーさんにがホテル取ってくれるって言ったんだけど、俺は取ってやるって言って配信までさせてくれたの、じゃなきゃ24時間配信つけてない、うん、まあ、ちょっとトイレしてたら覗かれたけどね、怖かったけどあれは、うん、でもめちゃくちゃレジェンドですよ、手出さないし、あのソファーで寝てくれたし、うん、優しい、しかも気遣いとかやばい、絡んだことあるよね、ルナさん、いっぱい絡んでるよね、ルナさんに嫌われてるよ、あー、あれと絡んでるか、ケンバリか、アイコンと絡んでる、じゃないの、じゃないの、調子に乗ってるって言われました、あー、まあそうだね、調子に乗ってると思う、調子に乗ってるように見えてしまう、配信外の期間はめちゃくちゃ好きだけどね、私も人としてね、うん、なんかね、なんか頑張りすぎて、まあ、絡まりすぎて、ちょっとしたよね、なんかもう中学生も反抗期の中学生かわいい、さっきのポリに今ムカついた、なんムカつかなくていいよ、それはもう、でもワゴンさんってあれですか、私配信者だったんですか、あ、でも悪名結構迷惑かけてきましたね、今あれ、頑張ってますね、あの1年ぐらい前通る道ですよ、配信者で撮りましたね、でもさん優しい、全部食べ物とかもご馳走してくれたし、お肉もご馳走してくれたし、ただね、めちゃくちゃ怒られて号泣した、俺しかお前を取ってやれるやつはいないんだって、めっちゃ配信者に号泣した、
もうそこはね、みなちゃんのリスナーさんがすごい。見ます？皆さん。見ます？女性配信者、たかしが誰ですか？聞かれるのが初めてですかね。初めて。女性のばっかり。あ、じゃあももちゃんとか。ももちゃんですね。リスナーさんいるんだよ。リスナーさんいるから、ちょっと言いたいことも言えないから。よし、よし、よし。妻にある聞けばとか、そういうとこだよ。まあ、変われるかもしれない。リスナー連れてくる。いや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 、せっかく来てくれたから。うん。配信者3人を、その配信ね、やって、やりながら、リスナーさんとおしゃべってくるでしょ。リスナーさんの電話に。今、バナちゃんのところで、つばちと、つばと金バリながら見てきてる。あ、それはね、ふなさんの配信スタイルだから別に構わない。私の配信になったら、ハゲとか言うし、そこは構わない。構わない。だって、ラハゲだってビスゲーじゃん。多分ラハゲに言ってよ。別にラハゲが、言った人が帰ってディスっても別に構わないよ。その回私も言いたいこと言うよ。ちょっとまたコラボしよう。うん、1年目。半年後でも1年後です。キャスンデスさんと絡みありますよ。危ないよ。ヤムリさんとか。うん。お世話になりましたね。なんか、ニコ生の人あんま絡まないイメージ。全然ですよね、キャスンニコ生。ドカちゃんわかります？あ、ドカさんドカちゃんに1回コラボしました。いいっすね。大好きで、はいはいはい、アングル大好き、撮ってて。かわいいっすよね。かわいい。はい、しかも性格いい。うん、だから、女性の人がすごい多くて、ドカイクさん。かわいい。うん。わかる、マスコット的な可愛さみたいな。うん。かわいい。あ、大丈夫ですか？はい。見たかな。なんか、ジュースでもよかったら。1年後、そう。まあ、ちょっちゅうからの、ちょうど、うん、長野は来ていいって言われたかも。2枠なら来ていいって言われたかも。ランちゃんち行くよ。いや、ちょっと一緒に。スキーやりにこれ12月。割れない。絶対割れないから。何回もやるの。今までで最初にやってた中で一番きつかったのってどんなことですか。キャリアの中で、いやこれしんどいわって思ったのとか。今だよ。今だよ。今。収入とともにきついんだよ。最初は。うん。収入が。あるってことは、それだけきついことをやってるってことは、言えないじゃないですか。一番きついです。でも配信的には面白くないですか？やってて。ん？やってて、配信的には。その、配信的には盛り上がってるわけじゃないですか。そういうなんか配信者としての喜びみたいなのもないですか？きついし。きつい。今話してるのがリスナーさんじゃなくて、バドさんです。顔が長い、ありがとう。さりげなくブロック買ってブロックしてない。あ、大丈夫。大丈夫。あ、まだね。メニューありますか？あ、すみません。リスナーさんの隣にいるよ。でもね、紅茶も飲んできたからね、水からなっちゃう。もう無理してたまって。やつが消えた。うるせえよ。チェルメロってやつ。ヒカル君は一番きついなと思って。うるせえって。電車が飛ばすんじゃねえか。いや、もう常に。変わりたいです。自分の身削ってやってきてるんで、見せる。なんかやっぱ甘えは許されないと思ってるんで、結局。それはでも誰しもだと思うじゃないですか。大きめだ。やっちゃおう。いいね。チルメロ。毎日全力って感じなんだ。はい。そうそう。そうそう、光がこっちにいる。光のツイキャス見たら分かる。全然、ずっと。絶対。あんま甘いの食べないです、ケーキとか。やめると。
今日は違う。緊張して。言ってたもん。かわいいよ、もう。すいません、なんかおっしゃるんだって。ねえ、目がハートになってる。また怖いから。彼女さんはどれぐらい付き合ってた？あ、もう付き合ったですね。1ヶ月ぐらいの。いやおめでとうございます。あ、ありがとうございます。いいなぁ、私も彼氏欲しい。ヒカルはいないの？彼女。作んないですね。作んない？だって普通に離婚してるから、最愛の人と離婚してるから、誰と付き合えない。いや別に、なんでそんなツンツンしてんの？違う、だって俺好きになるんだよ。だって好きになれる資格ないし、俺は。だっておっぱこしてんじゃん。おっぱこ？なんか綺麗事すぎるんだよね、ヒカルはね。なんか汚くていいけど。おっぱこちゃんと交換してるよ。ちゃんと俺やりますって配信してるし。やるときあるし、性病検査も受けてるし。なんか擦れてるなぁ。違うんだよ、別に好きな人がいるのって。あの、すごく言ってますか？なんかエイズ検査の話が出てるけど。なんか擦れてるね、自分でエイズ検査とか行きました？エイズじゃないから、私。ちょっと検査受けて、俺、この間エイズ検査受けたから、性病検査。全部。うーん。配信者みんななんか受けるべきだと思う。なんか回復ができないんだよね、ヒカルは。いや、回復ができないとかじゃなくて、受けてみるべきだよ。で、全員公表するべきだよ。エイズ治るらしいっすよね、最近。最近もエイズ。最近なんか。うん。そう、性病もね。うん、治るらしいっすよ。薄っぺらいな、ちょっとツッツンしてるね、なんか。そんなにやっぱ、そう、空気が悪くなる。私がさ、どんなにまとめようとしてもさ、空気が悪くなる。何をまとめる？教えてよ。じゃあ待って、今日はどういう風に俺じゃ呼んだのか。いや、別にね、飲みに来ただけだもん。飲みに来たってどういうことで、じゃあ配信する必要もないじゃん。だったら普通に配信切ってくれるんだ。じゃあ切る？切って。切る？全員切って話せばいいじゃん。切る？それでも全然いいよ。そしたら。なんで普通に全員で配信始めたのかもわかんないし、普通に。全然なんか意味わかんない。じゃあ切る？ごめんね、俺が電波不足だったと思うの。いやいや違う違う、ワドさん悪くない。マジで。ワドさん。申し訳ない。あの、失礼するだけで。俺が電波バトンにポンプされて、あれだから。いや、本当に、なんか問題って。そう、だからみんな飲もうっていう感じだったから全然はめようとかそんな思ってない。うん、窓さんいい人だね。優しい荷物を持ってくれてさ、女性のなんか、フェアンス、王子さん何やっちゃその気ないの思わせるね。そう、なんかヒカルとの絡みがありスナフも見たいって言ったから、もう絡んでしょ。なんか臨場感ありますよね、普段画面で見てる。まあこんな感じなんだってなりますよね。声でけえな。素敵すぎる、優しい。ああ、まあ、見てるのはね、怒ってる方針さんだったわ。あ、そうなんですか。もともとキャスですか？キャスも何週間かで、初めは YouTube で、プロダン。はいはいはい、筋肉の。から入って、で、ツイッター行って、はい、で、ツイキャスやってるって言ったらツイキャス行って、で、今日はブワッチやってるっていうか、そのままブワッチで。生放送だと面白いですよね。そのコメント打って、直接やり取りできたりとか。本当、実力派なんで。え、ワットさん、今回、つまりどういう姿勢で会いに行くの？まず、そのまま。あー、大丈夫か。いや、まあ、一言で終わるけど大丈夫。はい、あの、ロングバージョン、1分で語るバージョン、1分で語るバージョン、2パターンあるんだけど。まあ、あの、最近は、違う、やっぱ、ちょっとスキルが。うん。じゃあ、あの、一言パターンで言うね。1個、ぶっちゃけ売名。売名したい。イェーイ、イェーイ。っていう、まあ、まあまあ、挨拶しないとなっていう。嬉しいっす。かっこいいっす。うん。あ、つまり、ツバニャンの前で。あ、まあ、いや、っていうか、俺ほら、絡んだことないと会いたいからさ、基本的に。素敵。あ、バイメか。なんかこの間ね、配信者が、画像の配信者が便乗してきて、配信者さんですかって言ったら、いや、配信者じゃないですって言ったから、その後飲み行こうって言ったの、配信来ても。いや、行かないよね。
自分のこと配信者ですって言えないんだったら、その覚悟がないから。まあ、テレチャンピンなんだけど、ただその後テレちゃんと仲直りするんですよ。沖縄の時。テレチャンピン、あ、沖縄の時行ったの。うん。あいつ見えたの。配信者ですってちゃんと言えない時点で、なんだろう、自覚がない時点で、なんだろう、背負ってないよね。ただ、その後に遊びに来てくれてるから仲直りしました。うん。頑張ってます。配信のためだったら、男と寝れます？それはできないね。え、でもさっきと話しなくないですか？好きじゃないですか？あ、じゃあ、うん、その、さっきのヒカルくんがつついた部分あるじゃないですか。金、あ、まあ、元彼のことと、うん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 、そう、いや、配信だから、みたいなことをおっしゃってたじゃないですか。その気持ちも入って配信の、いや、だって配信上で、例えばやっちょとイチャイチャするのネタじゃ、うん、まあ、二人で作った空気感の中でのネタだから、その後に、おっぱくするかって言ったらしないよね。おー、うん。どれだけリアル感に見せて、配信外スーッと引くか。うん。金前さんに関してはガチで好きだったから、ネタにしないでって言ってたし。おー。難しいですね。気だったから。なるほど、なるほど。だから閲覧気にしないで、テロップにも名前出さなかったし。うん。でもそれ嘘ついてるでしょ。この間大阪行った時に言った時の話。何が誰が配信外で言った時の話。全然違うぞ。金前さんたちとその人。何が配信外で言った時の話。あ、本気で好きだよって言ってるじゃん。違うじゃん。だから言えよ、何が違うんだよ。何が違うんだよ。自分で言ってたじゃん。何が違うんだよ。私は嫌だって言ったから。あ、そうだよ。売名って言ってない。なんで嘘つくの？逆に嘘ついてる。こんなこと言ってない。今散々なんか言ってたじゃん、自分で。潰しに来たんだ、私も。潰しに来たんだ、逆だよ。じゃあ何のために言ってたの？言いたいことあるよって、それに対しては質問を速やかに答えてるんですよ。うん、わかった。だから一番一番って、なんか俺はおかしいだから、まあちゃんと突っ込んで。落ち着こう。私、売名のためになんか言ってないよ。言っとくよ。じゃあさ、ちゃんと録音しとけない。私はもう普通に何でもできるって。なんかさ、もうここまで閲覧も3万人も全然平気で読めるとか言ってたじゃん。いや、3万人なんて読めないから。大丈夫？ 3 万人じゃない。自分は大丈夫。あの時冷静じゃなかったよ。3万人ってどっからの数字？どっからの数字？大丈夫？ 3 万人なんて私一言も言ってないよ。3万人って何の話？ 4 桁の話じゃなくて。私はもう配信で飯食っていけるとか言ってたじゃん。あ、そうだね。やっとだね。今、ヒカルやべえな。なんでそんな悪役なの？別にヒーローじゃなくてもいいじゃん、全然。どういうこと？悪役なのヒーローじゃなくてもいいじゃん。悪役じゃん、ヒール。ヒールわかる？悪役ね。ヒール。飲みすぎ、知らん、君は。いや、知らんとかじゃなくて、おかしいなって思うと思うのを突っ込んだだけで、なんか俺ら。ヒカル君、悪役っていうわけじゃなくて、思ってること結構ストレートに感じだよね。あ、すみません、音です。だからそれに関してもだからこの間ね配信外の話もあったじゃん。だから金前さん配信一回来たよ。相手に中立にやって話すね。金前さんにも冷静で感情的にならずに答えてくださいって。大人もそうだし感情的だからって話をしたね。そういうことだよね。だからそのなんか今なんかその配信者だからって結局なんか売名のためになんかそうやって人間のなんか使うのは、なんか僕は良くないと思う。なんか別にいいよ。一つのシンプルなんかその一歩があると思うけど。は？なんかそれちょっとごめんね。ガチで答えるけど。売名で金バイと付き合ったと思ってる今。じゃあ何なの？バカじゃない。お前、ふざけんなもん。来いよ。お前と違えんだよ。はい、すぐ感情的になりますね。今言ったよね。感情的にならないよっていう話をしたよね。お前と一緒じゃないよ。逆に一緒じゃない。今投げ詰まってるね、今。投げるのように投げてくれよ。あのさ、売名でさ、付き合うわけないでしょ、わざわざ。じゃあ何の必要にワトさんが今、それ部長の売名ですかって、イエイだよね、イエイって言って、一致団結した。それはおかしくない。だってそこは素直に嬉しいよ。でも私は売名じゃないけどねって言ったら分かるけど、売名だってイエイって言ってたらおかしいんじゃないの？なんでワトさん、おかしいだろ、完全に。なんでワトさんがリアトツに来て、俺売名ですって言って、イエイって言ってるダメなの？いや、ダメだろ、ノリノリで。自分が今こうやって話してることが全部だって、一語一句俺は残さないって話をした上で、別に売名されるのは、こんなに、一語一句ずれてること言ってるから、あの、知名度のある和道さんに来ていただいたら、嬉しいから別に、そこはいいんじゃない？いや、和道さん、だから、じゃなくて違うでしょ。和道さんだから嬉しいんでしょ。和道さんだから嬉しいんでしょ。他の人だったら、私は配信切ってくれって。違うよね。でも、和道さんだから私は、論で出てます。ごめんね。論で出てます。焦り出す？感情的になる？すぐ。焦り出すか？
そこだよ。頭悪いね、あんたのやっぱね。逆ね。だから金馬に怒られるんだよ。調子に乗ってるって。逆だね、金馬さんじゃないんだよ。だからそのさんにも怒られるんだよ。つまらない。はい、すぐ出ました。お前さんの名前すぐ出せばいいと思ってます。いや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 。すごいね。今飲んでる出れてますよ、梅さん。いや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 、そういう問題じゃないから。これガキかよ、普通に。そうやったすぐ出る。ガキかよ。つまんない、つまんない。え、もうちょっと大人の飲みをしよう。大人の飲みって何教えてよ。普通に楽しく飲んでワイワイ。そんなだって、じゃあなんで全員で配信つけてんじゃないか、配信やってんだ。じゃあ普通に楽しくワイワイじゃないじゃん。配信者としての飲み会なんでしょ、これ。自分が配信者だったら分かれよって言ってるけど、ルームやんだよ、全部。いやいや、私は別に炎上配信者じゃないから。炎上配信者とかとも関係ないでしょ。だって自分の言ってること全部間違ってんじゃん。いや、間違ってない。嘘ついてんじゃん。嘘ついてるのお前だ。嘘ついてる。自分で。3万人ってどういうこと？自分で言ってたじゃん。言ってないよ。ね、じゃあ証拠は？じゃあ証拠は？証拠？証拠？でもその証拠持ってこいよ。言ってたじゃん。3万ってなんだよ。3万ってどっから出るんだよ。3万出せるのに。出た出た出た。3万出せる配信誰がいいんだよ。誰がいいの？ 3 万出せる配信。感情的にならないね。感情的になってないよ。配信をあなたとね。で、金梅さんのために一回配信を決めました。証拠持ってきて、もう聞かれたら絡みたくない。うん、どうぞ。クズだね、やっぱね。クズやっぱ女の子を裏で、ね、ムービー撮って。聞いちゃってんの、ね、聞いてんの、お酒に入り気のみね。ムービー撮って、女の子に。してくらいでさ。女の子に暴露されて、私も撮ってきたの、女の子が。聞いちゃってんだ、すげえ。光に裸の写真撮られて、脅されたんだって、ヤクザに突き出すよって、売り出すよって。それでその証拠は、ソースは。え、その子にもらえば、その子怖がって出てこれない。まあ、これこれ3人出すです。ああ、そうだ。証拠。じゃあ楽しみに待ってれば、そのうち、バクラ上がるから。ああ、どうぞ。さっき突然来た子も、お前にホテル誘われたって言ってた。テレビも言ってた。ホテルに誘われた。言っただろ。正直話題な。低燃費に嘘つけないだろ。今放送見てるかもしれないけど。俺だから低燃費にホテル行こうって断られたでしょ。俺ホテル行こうなんて一言見たいけど、でもそこで言った。いやいやいや、嘘つけない。お前の体は魅力的だから、一回は抱きたいけどねって話。ホテル行こうって言われて断ったって言ったよ。そしたら上司が。じゃあ俺寝室が全部。いや、焦ってんの。嘘ついたの。正直に答えればいいよ。ホテルは行こう。さっき言ったこと違うね。お前の人は抱きたいなんて言ったんだよ。だってね、最愛の人と別れたら彼女は関わないって言って、ほっとくするんですか？おふこして情報だ。壊す気持ちは。危ない状態じゃん。いや、すごい、大事。ちょっと、一回軽くに質問があるんだけど、さっき奥さんが最愛の人ですって言ったじゃん。ね、だから彼女はできない。彼女何作るんだよって言ったじゃん。だって彼女作るって言ったじゃん。そこっていうところで質問なんだけど、ここから質問ね、その前提に。じゃあ今まで食べたリサーさんは、恋愛感情も何にもなくて、好きでもなくて、愛してもいなくて、好きでもなくて、ただセックスしたいからやったってこと。そうです。そこじゃないの、当たり前じゃん。納得しました。同じじゃん、はい、僕のターンは以上です。以上か。同じじゃん。以上です。納得しました。ミーティングワンからセックスするんでしょ。でも最愛の人も別れたけど、彼女は作らないって。彼女を作るよりも、おっぽが大事ってこと？おっぽして、じゃあ彼女、女の子が本気でお前のこと好きだったらどうする？お前のこと好きだったらどうするの？捨てるの。お前のこと本気で好きだったらどうするの？好きだったらどうするのっていうこと？だってそんな意見言われたら普通に男と女に言われてるでしょ。だってそんな好きだなんて言われてないし。一回も？聞かれる。じゃあ魅力ないんだ。聞かれないと。だから魅力なかったらいいじゃん。魅力ないんだ。じゃああんたは？私やってないもん。やっちゃとランハゲとね、ハネケシジとやってんだか。せっかくしてない。だからそう言われても、だからやってるかやってないかは、配信してるよ。その証拠もないのに、結局さ、つけていいのおかしいんじゃないのって話。証拠あるじゃん、暴露されちゃってんじゃん。女の子に。だって画像があるでしょ？出してもらえばいいじゃん。だからねえって。だから、これから暴露になるから。あんたどうぞ。水にゃんとこれこれさんに言ってるから、そうなんですね。待ってればいいじゃん。そうなんだ。そのうち出るか。あ、はい。うん、待ってて。うん、私から以上です。はい、それで。はい。以上。で、論点ずれてる人。うん。論点ずれてる。ずれてないから。完全に論点ずれてるよ。論点ずれてないから。じゃあどこから何人もいるから、女の子。閲覧3万人呼べるか呼べないかの話から、じゃああなた。風呂入んないんでしょ？風呂入んないんでしょ？シャンプーしないんでしょ？朝。言ってたよ、さっきの女の子。論点ずれてますよ。風呂入んないんで。シャンプー。誰？いや、名前言わないでって言われたら。光のことガチで嫌いって帰ってる。女の子ね。いたよね、さっきの女の子。あ、でも帰っちゃったか、そうですね。一人いらっしゃったの。あの子が会えたら光と、光とホテル、スタッフ取ってあげたんですよ。大阪のリスナー。で、なんか朝、なんか、シャンプーもしないで臭かったって言ってて。だから、人として最低だし、お礼も言われなかった。ホテル二泊取ったのに、お礼も言われなかった。大阪の女の子、うん、誰？いや、僕は、撮ったのに。僕は女の子一人しかいない。しかも、俺は高級ホテル撮ってもらって、朝シャワー浴びてます。必ず。で、ありがとうねっていう、ちゃんと挨拶もします。いや、さっきの写真も証拠に撮ってます、僕。
じゃあそうなる逆に、逆に俺言えるでも、光の性格見てると、俺に言わなそうだよ。自分だってさっき言った女の子もいたっつって、リスナーさんのセンスにやめた方がいいよ。俺だって普通に足元救われてもいいように、普通にちゃんと自分で証拠取ってるし、ちゃんとね、自分でやってるから。足元救われていいんだけど、ホテルを誘ったの。誘うよ。誰もいいじゃん。男だもん。誰でもいいんだ。だって体も可愛いしさ。誰でも、まあ可愛いね。誰でもいいってわけじゃない。だって魅力感じた女の子に、普通にさ、普通にちょっとエッチしようよとかさ、いいじゃん。ストレートに？うん。いいじゃん。で、ホテル誘われたんだけど、それで言われたぐらいで何もあるんだ。で、断れたから、じゃあいいやって終わるじゃん。それでいいじゃん。酒の飲みの席です。なんか普通にいくらでもあるでしょ。おっぱい回せるやつとおっぱい飲まれるとセクハラもしてないんだよ。愛もないセックスもあるよ。当たり前じゃん。相手はそれで納得してる。いや、相手はそれで納得するとかじゃなくて、分かってると思うよ、お互い。ヒカルのこと好きかもしんないですよ。だから好きかもしんないって言ったから、なんでそこで追求するの。いや、女と。じゃあ、あなたはなんで全部愛なの。女と違うからって、必ずしもだって愛を。じゃあ、愛も、愛がなくてセックスして捨てるんだ。捨てるんだ。これ捨てるんだ。何このセックス。で、ムービー撮るんだ。人の体勝手に。だから撮ってます、ね。創作。名古屋の子。だからその名古屋の子。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 名古屋の子で分かるよね。ピケっちゃってるよ。でも、だんだん話は分かってきて、でも、俺、ヒカル君のいいところはね、痛いとこついても認めてるじゃん。さっぱりしてると思うの。だから、つけないと思うし、だけど、その、つまりあのは、元彼のこと本気で好きなのが伝わるのよ。ああ、ありがとうございます。すごい伝わるのよ。だから、なんていうのかな。結局、そういうところが。好きじゃなかったら、3回の方が、年1回行かないって。他に。判断ずれてるよね。3万人の件っていうのはだからその売名だとか、所詮あれは売名なんだろうっていうのを言いたいってことですね、ヒカル君は。えっと、でも元カレさんとのあれは売名も含まれてるだろうって。もうだって自分でそうやって言ってた。もう本当に嫌だって別れたいって言ってたわけでしょ、あの時配信内で。まああの時はね、さすがにね。だから感情的になりなんだって言ってたじゃん。そうなる原因だって今落ち着いたそういう意見がある上で、なんでそういうこと言うの。何言うの。なんか言ってることとなんか違うんだよ、行動が。何が違う違うじゃん、だって今売名だよね、とかっていう話。違う、だから突に来て売名ですって素直に答えてくれたから、私は素直に答えてくれる人があんまりいないのね。数の人が来ても僕は売名しに来てないですって言うから、かっこいいなと思って。それだけ逆じゃない、なんであんたは普通にさ、あんたって言わないです、妻とかね。ね、別に喧嘩したくない。つまりは、私は違う。喧嘩したくない。つまりは、だからそのままいいよ。つまりは、で、いいんでしょ。これ、こさらに、とか、誰か見ずに俺、暴露されてくるんでしょ。え、何？そうですよ、僕は。暴露されて、潰されるらしいよ。潰されはしないじゃない、別に開き直っちゃう。開き直っちゃうから、とかじゃなくて、そうそう。でも、あれは、ヤクザに、じゃあ、売り飛ばそうとしたのは嘘だってこと？その子の結婚ね。ないから、全くないし。便所と一緒に、その子叩いたじゃん。あの、名古屋の女の子。ないくないし。その子がじゃあ、メンヘラってことね。わからん。だから俺その子がどの子かわかんないし。いや、ケンちゃんにも相談してたら、その子。そう、俺全然わかんないけど、全く。まあでも、部屋に入れたのも、おかしいけどね。そういうことあってもしょうがないし。逆に。じゃあ、名古屋で泊まったことはある？女の子に。あるある、全然ある。何人かいるってこと？じゃあ、わかんないです。まあ、知らんけどね。LINE してるから。で、あの、仮に、でもあなたがね、そうやって言うってことは、リスナーさんを犠牲しちゃってるってことだよ。逆にあなたがその、いや、僕はしてって言われた。影響力ある中で。僕はしてって言われた。ただ、その、これこれさんとかにやってもらうから、いいよっていう話を。なるほどね。それで。いいんじゃない？別に分かんない。どうか。あるか分かんないけど。ヒカルお前って言われてんぞ、逆に言われてる。あ、これ大丈夫、撮ってる。何これ。そうだ、行こうか。あ、行っちゃうんだ。マダさんどうする？じゃあ僕ヒカル君と。あ、本当？ありがとうございます。いいえ、ありがとうございます。すいません、1000円でいいかな。いやいや、カバンはない。ダメ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 。いや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 い
別に配信で稼いでるお金は汚くないじゃないですか。まあそれがどういう形かわかんない。いや、フラッチでしょ。自分の分払ってなんで汚い、 お前の分払ってるわけじゃない。まあ、そんななんかさ、言われてさ、俺もさ、普通にこんな払えよとか言いたくないし。だって別にね、彼氏でもないし。俺、夏目漱石が普通に怒ってんすよ、お前。いや、つまんないから。夏目漱石か。もうちょっとトーク磨いてくれ。頼むから。配信にならねえ、これじゃ。配信にならねえ、逃げちゃうの。いや、逃げるとかじゃない。逃げるって言えば全て解決するのか、お前の頭。頭ありえな、マジで。じゃあ、まともに。本当ですか、うん、あ、回った。配信。回ったうん。持ってねえ。ウケる。本当ね、どこがいいんだと思って。ありがとうね、急に。あ、いや、本当に、いや、申し訳ないです。結構やりました。まあ、実はその妻にあの突発してるって言ってたんですよ。で、僕もその関連に行こうかっていう話を別の枠で言ってる時に、あいつら20人、30人ぐらい。まあ、昔は仲間なんですけど、その配信所で、まあ、話してる最中に、まあ、そういう話の流れが来てたのも実は知ってた。あ、そうだったね。僕は実は。そうです。電子バトル。ねえ、大手になるとね、みんな教えてくれるもんね。まあ、その中でどういう風に、まあ、流れてくるんですかっていう。はい、ワトツー。ごめんね、なんか。いや、辛かったよ、みんなのコメント読むのが。うん。妻には光くんのこと、かばってたよ。妻には泣き愛人出た。どうぞ。プロだな。プロだよ、プロ。登場してほしくないな。トークスキルあるって言われてさ、誰が俺がないよ。喋ってないじゃん。あ、今、いい人キャンペーンやってんだ。さすがだね。裏目に出るよ、それ。それが怒らせてる原因でしょ。面白いな、キャラ濃いね。まあ、今日はキャラ濃いっすね。面白いよね、配信者変な人ばっかりだから。カメラもあるとね、みんなスイッチ入るからね。くるくる電波ないか、正解。くるくる治ったの教えて。ドラドラ。花火の恐怖やばかった。やばかったよね。あそこでスクワットさせられたらもうただの恥さらしだよね、ほんとに。電波ないんだ。あー、だから繋がんなかった。行きますか。大丈夫ですか、電波。いや、どうだろう。繋がるんですか。ごちそうさまでーす。ありがとうございます。どうも。50人って配信何年やってんだよ。サメ島さんに謝っとこう。すいません、サメ島さん。サメ島兄さん、すいません。それは謝んないとね。僕ら入ってて見逃した。ヒカルくん、なんか芸人さん。ヒカルくんはいつも芸人だよ。ありがとうございました。今映ってる？映ってた？手を挙げて。手を挙げて、映ってた。今エレベーター入るから多分切れちゃうと思うけど。まず安定してない。いや、まあ、なんとなく分かったわ。すごいわ。いや、ちょっとへこんだわ。なんか、ニコ生やってるみたいでちょっと嫌だったわ。このノリ嫌いなんだよな。あ、見えてんだ。どうぞ。あ、すいません。じゃあ、電波切れまーす。電波切れるっすか？エレベーター切れる。マジっす？うん、切れない？ここなんか僕は大丈夫っすね。嘘。ここだとなんか切れないっすよね。カクカクだねって言われたら。うん。甘いっす。全然僕大丈夫なんですね。問題ないです。あざっす。今日も飲み歩くの？うん。ちょっと体調が崩してないんで今日。俺も肺炎出ちゃってるから今日帰るわ。またあれですね。日の範囲に。うん。
僕から暇なんで、奈良から東京までですけど、3日空くんで、帰ってきて、ぜひ、友達に来てください。絶対にそれを語られても、左手はちょっと演技悪いんだ。別れになるから。またよろしくお願いします。また、一応ね、いいです、すいません、どうぞ、どうぞ。騙されるのではないぞ。疲れたわ。っていうか、彼女が心配だわ。彼女が激おこだよ。それが一番心配だわ。いやごめんね、リスナーさん振り回しちゃって、ごめんごめん、本当申し訳ない。スバニャンの一番の囲いさん来た、見えてる、今見えてるかな。いや彼女が心配で、すげえ怒ってたから、っていうかあれだな、配信制限されるのはやだな。挨拶もいけねえんだもん。ノンタンにたっぷり甘えさせて、ノンタン今家にいないから、俺の。すげえ、配信に集中できなかったよ、ノンタンのことばっかりで。いや、もう終わったから、それはタイムシフトで見れば。いや、彼女は女性全般嫌い。俺が女性と関わるイコール、そいつを殺すっていう感じになるから。俺と絡む女性を抹消しようとするんだよね。見えてる？あ、よかったよかった。よかったわ。いやーでもやっぱ自分の配信やるべきだな。本当に思った。やっぱ誰々が好き、誰々が嫌いでさ、リスナーさん離れたりついたりするのよくねえわ。やっぱ売名ダメだ。本当思った。俺は、自分のスタイルで本当やっていくのが一番いいよね。でもあの場面でハイタッチで、一応その、イエイみたいな感じではやらなかったんだけど、いやまあ、イケメンだし、イケメンじゃないよ。ただ、デコが広い31歳だよ。おでこでここまでやってきたからね。手を洗おう。そうだな。まあ、俺も初絡みだからまだ彼女のこと全然知らないしさ。フォロワー消えるとポイント減るの。え、フォロワー減ったの？ちょっと待って。売名しに行ってフォロワー減ったの？俺何しに頑張ったの？うわ、減ってんだけどマジ。意味わかんねえ。うわ、マジかよ。なんで頑張っているんだよ、俺。もう、最悪だわ。最悪だわ。なんで俺、何しに風邪ひいてここまでやってんの。もう、超つれえんだけど、俺今。そんななんだ。もう、ちょっと今後考えるわ。ちゃんとやるわ。自分の配信やるわ。いや、ショックだわ。マジだわ。ごめん。もっと、リスナーに相談すべきだったわ。ごめんね。ごめんね、みんな。いや、マジで舐めてた。本当に嫌いなんだね。いや、そうなんだ。俺、全然知らなかったから。マジか。すげえな。マジかよ。いや、ちょっと気をつけるわ。彼女、和道のリスナーやろ。配信邪魔すとか出たまり。いや、彼女悪くない。やばいね。諸刃の剣どころじゃないじゃん。絡んでフォロワー増えるとかありえねえよ。俺初めてだよ、こんなの。マジかよ。すげえな。いや、もう行かねえよ。行かねえよ。マジかよ。いや、聞いてみるわ。いや、彼女は怒るし、リスナーさんからは嫌われるし、フォロワー減るし、風は悪化するし、踏んだり蹴ったりだな。踏んだり蹴ったりってこのことだ。すげえな、マジで。ちょっと引いてるわ、俺。いや、泣きてえの俺だろ。
風邪で、そうそうそう、今日病院行ったの、風邪。風邪っていうか、あの、肺炎みたいなんですね。肺炎みたいな感じだね。邪魔な存在じゃねえよ。彼女ディスんのやめて。俺、彼女ってやって、ほんと人生豊かになったから。すげえ大切な存在だから、そういうこと言うの悲しくなるからやめて。お菓子ありがとうございます。いや、しかもなんか配信中なんか花火の流れがすげえ嫌だったんだけど。花火、あそこで花火打たれたのほんと最悪だったわ。二人が大喧嘩してんのにスクワットしたら最悪でしょ。バーガープレゼントありがとうございます。すごいね。ちょっと勉強になったわ。すげえわ。これ、今まで配信4年間やってたけど、今まで嫌われてる配信者初めてかもしんねえわ。いや、彼女大事だよ。すげえ大事だよ、俺にとって。いや、ごめんね。リスナーに相談すべきだったわ。キャスの時彼女どうしようって悩んでたから彼女できてよかった。そうだね、運命の人だと思ってるよ。本当に彼女すげえ大事だよ、うん、本当にこんなに人のこと好きになれるとは思わなかったね。本当に好きだよ俺。多分今まででこんなに愛されたことなかったかもしんないな、人生で。こんなに人から愛されたことなかったかもしんない。雑談たぬきのスレの上がり方が配信短いのにナンバーワン。すげえな。いやーっていうか腹減ったんだけど。そうやって配信者は消えてくやん。まあな、俺は消えねえよ。まあ配信も、俺はなんか配信と私どっちが大事なのとか、どうでもよくて、俺は両方大事だから、両立させんのが男だと思ってるけど。うん。きっとうまくいくと俺は信じてるかな。今何してん？帰ってる。うん、家に向かって帰ってるよ。帰り配信です。家で雑談おとなしくやっとくべきだったな、これ。ごめんね、なんか不快な思いさせたリスナーがいたら。ちょっと配信者としてそこは、ちょっと考えるべきだったわ。勉強になったわ、今回。うん。いや、コラボも増やした方がいいかなって思ってたからさ、違かったね。浅はかだったね、俺が。彼女は連絡取れないから、会いたいな。うん、彼女は連絡取れないね、もう。スバニャンの枠に移った瞬間 LINE で裏切り者って死ねえって送られてきたね。釈迦を焼き鳥にして食うって言ってたな。マジで。いや違う、爆走じゃなくて女と絡んだからだね。爆走じゃない。ツバニアンと絡んだからじゃない。うん。女と絡んだら基本的こうなるっていう。いや、仲直りするよ。っていうか、俺今後この配信で女一人も出せねえじゃん、こうなったら。マジで。そうそう、焼き餅みたいな感じだけど。束縛、うわぁ、新宿の夜景綺麗だわ。新宿って感じじゃない？どう？どうみんな？なんかいいね、金曜の新宿って感じで。どう？良くない？なんか、ネオンが。ネオンが。
そうだね、付き合い始めだからね。彼女はでも俺が配信大事なのよくわかってるから。俺は彼女のこと信じてるよ。綺麗だね。摩天楼ってこういうこと言うんだね。摩天楼って。これが摩天楼ってやつだね。京王プラスあたりっていうか、西新宿の方入るのかな？うん。ビディビディ、電波悪い。すまんすまん。あ、電波悪いね。ちょっと電波悪い。お前は無能。はい、すいません。申し訳ない。あー、ぶったたかれたな。無音？音聞こえない？音消えた。マジで？音消えた。TMT 動いた動いた。音ある？映像は？映像来ないかな。カクカクだ。モバイル回線だと弱いのかな。キャストだと問題ないんだよな。キャストニコ生だと。ああ、投げ詐欺師だけど。映像もたまに途切れるんだ。帰ろう。もう疲れたよ俺。疲れた。配信って疲れるな。なんかでも気持ちよくさ、気持ちよく配信したいよね。なんかもう気持ち悪い配信寝れなくなるからさ、スカッと寝たいよ。今日いい配信だったなって。あ、大好きちゃんありがとう。おつお疲れ。あ、辛口で好きにやっていいよ。ねえ、ラフにやろうよ。いろんな人がいるんだから。いや別に妻にゃんところ挨拶行こうかなぐらいで、まさか飲むとは思ってなかったから。風船プレゼントありがとう。お疲れみんな。はい、風船ありがとう。イミさんお疲れ。イミちゃんありがとうね。ハートプレゼントありがとう。ハートプレゼントありがとう。こんばんは、ゆみちゃん。こんばんは。楽しんでって。いやーね、勉強になったね。今回の配信。あ、ごめん、一回電源切れるんで、一回落ちます。すぐ、バッテリーチェンジします。4名さんいらっしゃい。てか、ツバニャン泣くってさ、それ、確信犯でやってんの？てか、どういう感じなの？なんで泣いてんの？おかしくない？だって別にヒカルくん詰めてるわけじゃないじゃん。ヒカルくん詰めてなくない？別に。だってヒカルくんに対しても攻撃を行ってたわけじゃん。どう思う？俺別に、ツバニャンが泣く意味全然わかんないんだけど。全然理解できねえわ。
ね、結局さ、そこでさ、泣くっていうことはさ、ヒカル君に痛いとこ疲れたっていうこと認めたっていうことじゃん。火消しでしょ？だからさ、そういうあざとさみたいなのがさ、リスナーに嫌われるんじゃないの？だからそういうのもさ、リスナーさんもバカじゃないんだから、伝わるわけじゃん。そう思わない？だからそういうあざとさみたいなのが嫌われる原因なんじゃないの？どうなの？電波ダメ？どう？電波今どう？音消してたから話の内容まで知らない？いや、俺別に、その、ツバニャンもヒカル君に対して痛いとこついてたわけじゃん。で、ヒカル君はそれに応えてたわけじゃん。だから別にツバニャンが泣く必要なくない？うん、あざとさがあるから、その、なんつうの、嫌いっていう人が出てくるんじゃないの？そう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 。まあ、俺それ違うんじゃないかなと思うんだよね。うん。だから、それは何？それ本気で泣いてるのかどうか気になるんだけど、俺。だってそれってさ、結局リスナーさんを騙すことにならない？自分の見てる配信をさ、自分のさ、配信者のさ、リスナーさんを裏切る行為じゃん。キセルさんいらっしゃい。おう、キセルさんの久しぶり。そういうのは俺ダメだと思うよ。もう、配信者は、リスナーさんに赤裸々に語っていくもんだと思うけど、正直なんか沸かすのうまいし、炎上させんのうまいけど、自分を綺麗に見せようとかはダメじゃね？どう思う？みんなは。クリボー時代のリスナーやったね。おう、いらっしゃい。また、こっちでふわっちでやってるからフォローよろしくお願いします。すごい古いリスナーさんだね。ありがとう。めちゃくちゃだよね、ちょっと。いや、別に、性格もさっぱりしてるし、そこだけ直せば別に嫌われる要素ないんじゃないの。なんか自分を綺麗に見せようって思うところがあるんじゃないの、正直。違う？どうなの？なんかその、自分が悪くないみたいな、悲劇のヒロインみたいにするから、反感を買うんじゃないの。別に、正直言うとさ、さっぱりした性格だしさ、言いたいことも言えるしさ、喋りも上手いわけじゃん。俺別にそんなに悪い印象なかったけど、でもなんか後味悪いじゃん。そこで女の武器の涙使ったらヒカルくんだけ悪者みたいになっちゃうじゃん。だからそれはさ、配信で見せる涙じゃなくねって思うよ。そこは別に裏で好きなだけ泣きゃいいんじゃないのみたいな。うん。どうなんだろう。裏で泣けるだけ泣いてさ、めちゃくちゃ。うん、まあまあまあ、めちゃくちゃのは、ヒカルくんも俺も、ツバニャンも全員めちゃくちゃだから、それを言い出したらキリがない。めちゃくちゃなのはみんなめちゃくちゃなんだよ。ただリスナーだけは裏切ったらダメなんじゃないの？自分のリスナーだけは。うん。話うまいっつうか、だからほら、途切れないっつうの。そうそう、女の武器を使うタイミングが違くねみたいな。だってさ、金梅さんのこと好きって言ったやつじゃん、愛してるって。だったら俺配信やめて、絶対に彼女、金梅さんから離れないと思うんだよ。金梅さんの元から、本当に女が好きだったら、俺自分の彼女見てたらわかるもん。本当に好きだったら配信なんてどうでもよくて、絶対に渡さないっていうのが女でしょ。で、結局今、彼女はさ、配信を撮ってるわけじゃん。リアルに配信でさ、あの人のこと一番、そこがリスナーの反感買うんじゃないの。そこが。だから、結局それって嘘でしょみたいな。違うの？どうなの？俺はそう思われても仕方ないのかなとは思うけど。別に彼女に対して悪く言うつもりは全くないけど。弱いのに、あ、それはあると思う。そう、繊細な子なんだと思う。それは思った。繊細な子なんだと思う、すごく。で、性格も別に悪くないんだよ。ただ、ただ一点だけ強烈な女のあざとさみたいなのが、すげえ反感を買うんじゃないの。ミュートし忘れておしっこの音しながらうぜえって声張って言ってた。だから結局ネタなんだよ。でしょ？そのネタのやり方がうざいんでしょ？騙されたふりしてるリスナーもいればガチで騙されてる。だから、ガチで騙されないようにっていうことじゃん。はい、ワドツでーす。でしょ？みんなさ、俺にさ、ガチでワドを騙されるなよって言ったわけじゃん。だから結局、もう、ツバニャンを楽しむ方法は二つなんだよ。俺の見解。あれは、だから古いニコ生のクラシックなスタイルの人だから、プロレスとして楽しむ。俺だったらそうする。
もうプロレスラー一流の、俺はだからアジャコングって今度から呼ぼうと思う、彼女のこと。一流のプロレスラーなんだよ。わかる？もうリスナーの反感を買うプロだから、アジャコングって呼ばない？あれ、アジャコングでしょ、完全に。ヒールだよ。だから、うまいんだよ。でしょ？もうアジャだよ、アジャ、あれは。そう。っていう楽しみ方が一つだけど、でも、アジャコング、かわいそうじゃんって言っちゃうバカがいるわけじゃん。わかる？プロレス見てアジャコングがやられて血流してるのを見て、アジャがかわいそうって言っちゃうバカなリスナーさんいるわけじゃん。それを救おうとしてるわけじゃん。その、いい人だからみんな。でしょ？本チャンネルで検索、爆笑のことわかります？マジか。ちょっと研究しないとダメだな、俺。スバニャンのことわからなすぎたんだよ。普通、俺、本当に今日挨拶だけだと思ってんのよ。スバニャン一流と思ってるけど、閲覧ないよ、正直。あ、そうなの？いや、どうなんだろうな。俺はだから、アジャコング的に。あ、ハルさんありがとう。これ見ろ。これ見ての性格がいいって言えるから。いや、性格がいいんじゃないんだよ。あざとさ。いや、だから、俺、ちょっと帰って研究するわ、今日。だから、正直今、裏で貼られても、今見るわけにいかないから、もしよかったら、ツイッターに URL ちょうだい。ツイッターの DM 俺、誰でも送れるようになってるから、フォローしなくても DM 送れるから、だから、DM で、この動画を見たら、ツバニャンが本当に叩かれてる理由わかるぞっていうのを送ってほしい。うん。一流とは言えない。いや、俺は、だから、プロレスラーだと思ってんのよ。プロレスラー。もうだから、沸かせるプロ。だからもう、なんつうんだろうな。開き直ってんだよ。だけど、その開き直り方が、その女の武器使ったり、レスラーなのに、なんか乙女心とか出すからわけわかんないことになるんだよ。違う？あの手のタイプは徹底的に、だから、あの手のタイプは、その、鮫島のぞみさんと同じタイプで、徹底的に強キャラでやらないといけないんだけど、俺の印象は、鮫島のぞみさんが女を出した感じ。色気を出す。鮫島のぞみさん女を売らないじゃん。色気売らないじゃん。だから鮫島のぞみが、なんかこう、色気を売り始めるとこうなるみたいな。それ、どう？俺の解説。そんな感じしない？俺めちゃめちゃそういう感じしたんだけど。だから鮫島のぞみさんは女を売らないし、その綺麗事を言わないから好かれてるわけじゃん。どうなんだろう。和道の先生ってありきたりで外れないんだよな。共感できて悔しいけど。俺はそうだと思うよ。一般論として冷静に言ってるだけだから。ああ、ツバニャンとか縁切った。じゃあ、質問したいんだけど、ツバニャンのことぶっちゃけた話で本気で嫌いな人手挙げて。ネタじゃなくてガチで嫌いな人手挙げて。どれくらいいんの？セックス配信する自体精神おかしい。まあ、それはそうだよな。それはそうだと思うけど、どれくらいいるんだろう。うわぁ、マジか、手上がるなぁ。っていうことは、リスナーの期待を裏切りまくってきたってことか。上がるねぇ。やべぇなぁ。で、今回泣いてるのも、じゃあ許せないってなったでしょ。普通さ、女が泣くときって、どんな状況だら、女が泣いたら普通、かばうのが男じゃん。かばうのが、リスナーじゃん。かわいそう、お前悪くないよ、みたいな空気になってないでしょ。こいつまた泣きやがった。許せねえみたいになってんでしょ。それってもう末期だよ。末期だよ、それ。どうなの？俺さ、俺も散々嫌われてきたけど、俺も散々嫌われてきたからわかるけど、俺ですら修復不可能だと思ったのに、どうやってやっていくつもりなの？囲いはいるの？どうなの？囲いはいるの？正直なところ。正直なところ、囲いは何人ぐらいいるの？いるのかな？まあ、いるんだろうな。人気配信者だから。騙されすぎなんだ。メンヘラ？え、ツバニャンってメンヘラなの？俺別にメンヘラっぽくないと思ったけど。え、メンヘラじゃないでしょ？メンヘラなの？メンヘラだとしたら絶対嘘だよ、それ。うん。女性か。もともと囲いだったんだ、ふわふわさん。3人ぐらいいるの、少な。嘘だろ。嘘だろ。囲い3人かよ。少な。本当に 99% アンチなんだ。逆にかっけえな、なんか。逆にもう、なんかすげえな。逆になんかすげえな。逆にすげえな。なんかすげえな、もう。バカばっかりだな、本当に。でも見るんだろ、お前ら。でも見ちゃうんだろ。それが配信だよね。でも見ちゃうっていう。
キャバ、あ、キャバ嬢だったんだ。はいはい。あ、銀座のホステスって言ってたもんね。あ、でも銀座の、あ、わかる。銀座の匂いする。わかるわ。わかるわかるわかる。わかる。なんか銀座のおじさんってこういうの好きそうだよね。へらってる女好きそうだもんね。わかるわ。わかる。あ、フォローありがとうございます。フォローありがとうございます。ちょっとわかるわ。銀座のおじさんって、そう、すぐ泣く女好きだもんね。あー。なるほどね。え、で、坊主にしたのは謝罪枠で坊主にしたんでしょ？だって女が坊主にして許されないとか相当だよ。思わない？俺、女で坊主にする配信で、考えられねえな。すげえな。メンヘラっていう自己愛性人格障害がスポット、あー。俺もその手だと思うわ。自己愛性人格障害の、それはあるかもしれない。俺も深く関わってないから、まだしっかりとはわかんないけど。すげえな、本当に。後であることないこと言われるぞ。いや、俺は言われないんじゃん。俺は言われないと思うよ。え、俺言われる？俺言われる可能性あんの？俺だって今日何もしてなくない？俺、別にディスじゃないよね。正直ディスだと思う？俺感想言ってるだけじゃん。これディスじゃないよね。え、これディスじゃないよ、言っとくけど。俺超客観的に言ってるよ。超客観的に言ってるよ。むしろフォローしてるぐらいだよ、俺。あの、わかる人には、和道リスナーだったらわかると思うけど、俺、ツバニャンのこと相当フォローしてるぐらいだよ、多分。これ。言われんの？俺多分これで言われたら本当に嫌いになるわ。もし仮に一言でも悪口言われたら、本当に嫌いになるわ。マジで？マジで？嘘。え、じゃあもし今後仮に、ツバニャンが俺の悪口言ったら教えてくれる？リスナーさん。ワド、やっぱ裏切ったよって。俺は今のところ、やっぱその、疑うのは良くないから人として、言われてないわけじゃん、今現時点では。だから俺は何もないけど、もし言われたら俺怒り狂うよ。PTPT すぐ教えて。え、今 PTPT してる？ぬるぬる？どっち？電波ないかな？客観的なのが爆走に効く？あ、ちょっと電波ないやな。ちょっと待って。ちょっと今電波あるとこ移動すっから。いや、俺今回の件で悪口言われるようなこと一切なくね？一切なくない？俺正直後ろめたいこともないし、正直別に悪い気はしないよ。ただ泣くのはないでしょっていう。飲みの席の後に泣くのは計算じゃん。計算じゃん完全に。俺こんな計算高い人見たことねえよ。大丈夫？録画残しといた方がいい。いや、残すよ全然。残す残す。私は客観的に意見したブロックされた。何言ったの？マチルダ。マチルダ何言った？え、じゃあ、ブロックされた人何人ぐらいいる？なんか、私、全然ディスとかじゃなくて、意見言ったらブロックされたとか、なんかすごい、アンチコメントいっぱいいるんだろうね、もう。仮想生主だけには相手しない？じゃあ、俺が仮想生主かどうか試されるってことか。俺がこのままスルーされたら悔しいけれども、仮想生主、つまりあの中では相手にする価値ないっていう判断をされたっていうことで、もし、ディスられたら正直ムカつくけど、まあそこそこ、いじりがいがあるなっていうことか。なるほど。ブロックされないように、ほぼほぼしない。あ、そういうレベルなんだ。常識とか求めてないけど、配信に。そうだよね。そうだよね。ブロックされてんだ、マジか。あ、フォローありがとうございます。ふわっちでメインで配信してるんで、雑談配信で、退屈かもしれないですけど、もしよかったらフォローしてください。ありがとう、フォローしてくれた人。嘘、3日以内。え、それ断言できるの、みんな。断言できる？3日以内にディスるって断言できる？そんなレベルなの？俺マジで喧嘩ふっかけられたら買うよ俺。言っとくけど女でも全然喧嘩突つとか全然買うよ。殴ったりは一切しないけど、全然言うよ俺。働きながらの配信からやり直してみたらって言ったら即ブロック。やべえな。やべえなマジで。あ、そう。そんなレベルなんだ。面白えなぁ。でもなんか礼儀正しかったけどな。ブロックするからコメントしない。あー。じゃあ閲覧は多いけど、あれか。そういう感じなんだ。
まともな意見はブロックされる。マジかよ。すげえな。半端じゃねえな。え、そうだそうだ。里見さんの生活保護の件どうなったの？そういえば。俺気になってたんだけど、なんかリスナーから伝書バトを飛ばなくなったんだけど、里見さんの生活保護の件はもう沈下したの。なんか話題切り替わるの早すぎるんだけど。今日ディスる。マジかよ。許せねえな。里見さんの生活保護の件どうなった？もう終わったな、あれ。話題切り替わるの早すぎるだろ、ニコ生。せやかさんは立つ。なるほどね。いや、いろんな配信者がいて面白いわ、ほんと。闇が深い。配信界は闇が深いよ、マジで。いや、でも面白かったわ、久々。ヒカルくんとも会えて。あれ？見えてる？見えてるか。ハートプレゼントありがとう、ランコメさん。疲れたね。保険証さらして終わったんだ。オッケーオッケー。なるほどね。保険証なんか30分あれば発行できる。ああ、じゃあまあ一応鎮火は成功したんだ。なるほどね。いやーでもいろいろあるなー、ほんと。オッケー、勉強になったわ。みんなごめんね、ほんとに。里見さんの件はそんな感じか。つばにゃん、金ちゃんいたら閲覧ついてた気がする。俺も追っかけてなかったかんな、金梅さん。自分の配信で手一杯だったから、ちょっと周りの配信見ねえとダメだな。あのさ、最近働き始めててさ、移動時間と実動時間と拘束時間あるじゃん。それ全部合わせると6時間ぐらいある、6時間ぐらいかかるわけよ。で、そっから配信やろうと思ったら人の配信見れない。もし配信業に徹するなら、人の配信見ないダメだね。電車の中だと電波悪いの、またね。オッケー、またね。ありがとう。何が真実？今日は里見とランが面白い。あ、そう。あ、そう。盛り上がってんだ。やべえな、本当に。でも、いいね。配信で話題にこと欠かさなくて。今に和道が私にこびってきたって言うと思う。マジかよ。さっきツバクソ仕事してたら配信者としてダメって言ってた。え、どういうこと？どういうこと？俺のことディスってんの？もう。いや、これはね、俺のミスだわ、完全に。完全に俺のミスだわ。あのね、すごいよね。アクティブが3倍になって、フォロワーが減って、コカ・コーラ1杯飲んで2000円払って帰ってきた。風が悪化した。何これ。囲いさんがいなくなる。コカ・コーラ1杯に2000円払う。風が悪化する。なんだこれ。めちゃくちゃだよ、本当に。和道は？和道さんじゃなくて配信者？クソだな、本当。ていうか、ムカついてきたんだけど。いや、ムカついたんだけど。今から行こうかな。いや、ムカついてきたわ。え、俺のことディスった。俺のことディスった。あ、今から行くわ、俺。あ、ムカついてきたわ。はい、ワド2。いや、疲れた、マジで。てかもう、彼女と揉めたのがすげえやだわ。彼女と揉めたのが一番心配だわ。はい、マライオンさんいらっしゃい。古代さんいらっしゃい。カナさんいらっしゃい。ナオさんいらっしゃい。疲れた。ミルシさんいらっしゃい。ワド2。楽しんでってください。疲れたね。肩がすげえ凝った。風呂入ろうかな。銭湯行こうかな。おい、ハチワド2。見やすくなった。よかったよかった。おい、モフモフさんいらっしゃい。ワド2。久々に疲れたわ。疲れたね。疲れたわ。
緊張はしてないよ。俺、っていうか、結構よそ行きの顔をするから、初めての人には。初めての人にはなんか、猫被るっていうの。緊張はあんましない。だって、それこそさ、もっと緊張する人いっぱい会ってきたもん。みどりさんとか、うなちゃんマンとか、きんばえさんとか。その辺は慣れてるよね。ファーさんいらっしゃい。その辺は慣れっこです。ズバニャンのことよりこの4年ほどのこと？なんだろうね。別に。ただダラダラ配信やってただけだよね。ぶっちゃけた話さ、過去のこと語っても、しょうがないよ。本当に。見てないってことは見る価値のない放送だったってことだから。そういうことだよ。また止まり始めた。今日バトル多かったね。ナウシカいらっしゃい。ごめんね、ナウシカ。ショックだったよ。ナウシカがもうのしってやった瞬間。もう来ないのかなと思って。俺、ナウシカ好きだからさ。ツバニャンと絡むだけでリスナーさん変のとか思って。そうそうそう、ロハコ受験の、ゴシャブの受験の、当事者ではないけどね。ツバはどうだった？だからまあ、さっき話した通りだよね。なんか別に配信者として別に悪くないし、人間性もさっぱりしてっていいんだけど、なんかその、泣いたりとか、女のあざとさはダメだよね。女のあざとさはダメだよね。そう。それは敵作るんじゃないかなと思った。めちゃくちゃ粘着質なんだ。分かってないんだ。あ、そう。俺がまだ完全に理解してない。鼻につく。あ、そうなの。ふわっち重いから別赤でツイキャスヒカルで見てた。あー、なるほど。ヒカルくんの方見やすかったんだ。それだったら全然嬉しいわ。なるほどね。でもやっぱ思った。絡む相手は考えないとダメだわ。配信は絡む相手考えないとダメ。生半可な気持ちで絡むと怪我するわ。それは思いました。反省します。気をつけます。いや、フォロワーさん減ったのはショックだったな、ほんと。大手も分裂？どういうこと？どういうこと？それ。爆走はリスナーに対する扱いがひどい。あのね、リスナーは大事にしないとダメだよね。それは俺は思うよ。俺どんなことがあってもリスナーだけは裏切ったらダメだと思う。そこは結構、もう骨身に染みてるよね。リスナー裏切ったらアウトだから。落ち着いてます。どうもどうも。タコタコさんいらっしゃい。女の子かわいそうだったよ、リアトツした人。かわいそうだよね。なんであんな事故現場なの見せられないといけないんだよね。おかしいでしょ。じゃあもうとりあえずコンドームかぶっていいっすか。とりあえずコンドームかぶる。やめよ。もうやめよ。やめよ。支援金が少ないバカにしてるのってブロックされた子がさっきの枠にいた。やば。やば。マジか。そうだね。やけどするね。知らないで絡むのよくねえわ。電波悪い？
ほじき配信うまくいかないやろ。どうなんだろうな。俺今いくらなの見てみようか。今日一週間なんだけど、一週間で45,000円だね。俺の。46,000円ぐらいか。だから1日1万いってないね。だいたい1週間で46,000円ぐらいかな。1週間以上経ってるか、もう10日ぐらい経ってる。これくらいかな。通信トラブル起きてる。一回さ、更新してみてよ。数日前にもひどいことされた子いた。ツイッターで拡散されてる。多分ふわちばサーバーだよね。俺の方じゃないよね。多分俺じゃないと思う。爆速絡むとアンチが漏れなく100人ついてくる。絡むのやめよう。そうだね。俺は俺でやるべきだね。本当にそう思った。相性があるわ。月15万超えるかな？どうだろう？月15万超えたらマジで生活保護抜けて、マジで旅に出るよ俺。日本全国回るよ。いいよ、北海道、冬の北海道とか最高じゃん。マジで回ろうぜ、みんなで。ジャーニーになろうぜ、ジャーニーに。和道ジャーニー。いいね。和道ジャーニーっていう企画にしようか。完全にヒールになったら、気持ちいいかもしんないね。何見てんだよって絡まれたことあるんだ。金梅のところが重い。なんだろうね。外れサーバー、当たりサーバーあんのかな。半分取られますね。だから、僕の手取りが46,000円っす。だから、半分は運営に行ってますね。真っ白なんだ。そうなんだ。東京も寒くなってきたもん。プツプツ？どうする？今日やめとく？今日やめとく？明日にする？配信すんの。今日解散する？どうする？調子悪いんだ。お開きにしようか。ストレス抱えてみてもしょうがないもんね。じゃあお疲れっす。寝ます。お疲れ様。ありがとね、みんな。お疲れ。おやすみ。本当に終わりです、今日は。これでありがとう。お疲れ様。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。